今回は成功体験を増やせば行動量が増えるそして行動量が増えたら成功体験も相対的に増えていくというまあ良いスパイラルについて紹介していきたいなっていうふうに思います。というのもね結局自分の人生を幸せにしてくれるヒーローとか王子様が現れてくれるのを待っていたら、まあ、10年後20年後ひょっとしたら50年後現れるかもしれないけどそれまでの間自分の人生ずっと底辺を張りつくばるような生活をしたいんですか って言われたらそんななことないですよね結局人生はね配られたカードで勝負するしかないわけなんですよ。いくら自分の顔がブサイクだろうが頭が悪かどろうがスタイルが悪かどろう親が親ガチャに失敗していようが今持てる力を全てあのぶつけていくしか自分の人生変えようがないわけなんですよね。だから例えば朝5分の散歩とか1ページの読書とかいつもより10分早く眠るだったりとかそういう小さなことから自分を変えていきましょうよって。特に 僕たち凡人っていうのは生活習慣をおろそかにしがちだけど才能がないっていうふうに自覚していったらなおさらその日頃の食事睡眠運動とか自分のパフォーマンスを高,高めること底上げすることとかに労力を使っていかないとそれは天才たちと用意挑んでスタートで勝負しても勝てるはずないでしょって話なんですよね。で まあ僕たち新しいことに挑戦する時に自分に自信ないんですっていうふうに思う人たち大半ですよね僕もそうっすよけどそれ当たり前なんですよ。で自分を信じられるようなことを日頃してますかって話なんですよ。日頃今日こそ勉強しよう今日こそ運動しようっていうふうに思ってても勉強しようというふうに言いながらなんだかんだスマホをだらだら一日触っちゃったりとか。 運動しようっていうふうに思っていても結局お菓子バクバク食っていて自分との約束をたえていたら破っていたらそれは自分のことを信じられるわけないでしょうって話なんですよ。で自分は才能ないって皆さん気づいてるんですよねだから人生につまずいて僕の動画をここまで聞いていただいてるんですよね僕と同じっすよねで皆さん客観的にちょっと考えていただきたいんですけど才能がなくて何にも努力してない人間のことを信じられますこの人は何かできると思います思わないでしょただそういういいい人たち身の回りにたちのにくさんいるじゃなでですかで 何にも努力してない人間が自信を持てるはずないわけなんですよね。だからそれ皆さんはその行動してないから自信が持ててないのであって別にあなた自身がダメというわけじゃないんですよって話なんですよ。むしろ何にも行動してない、何にも何もあの何も成し遂げていないのにいや俺何でもできるからみたいな風になる人な人間の方が現実を見れてない人間の方がよっぽど重症っすよ。そういう人間じゃないだけ僕たちはまだ伸びしろがあるって話なんですよね。 でやっぱり人生の中で成,成功体験があればいろんななことにに挑戦でできるるよようになるわけなんですよね、まあ、だからあの、まあ、残念ながら僕みたいにいじめられっ子からしたらヘドが出るような思いなんですけどいじめっ子とかはあの幼少期からスクールカースト頂点とかに立ってるからあの、まあ、経済的にも成功しやすい傾向があったりとか、まあ、あの別にそういう不健全なわけじゃなくて幼少期からあの、まあ、顔立ちが整っている男の子とか女の子とかは周りに期待されてそしてその分頑張るからあの 良いいい成果を上げやすすみたなな傾向とかもあるわけけんですけど、まあ、だから学生時代にうまくいっている人とか勝ち組の人とかってそのまま残りの人生でもうまくいきやすいよって話なんですけどだったら僕たちスクールカースンのて最底辺の人たちは絶望しかないのかというとそういうわけじゃなくて。あの だったら社会人になってからも努力したらいいよねって成功体験を社会人になってからも増やし続けたらいいよねって話なんですよ、まあ、クラスの人気者たちは自分の体格が恵まれているとかなんか才能があるとかスタートダッシュに成功しただけで僕たちも後から追いつくことそして追い抜くことはできるんですよ彼らはスタートダッシュに成功しただけでその後走り続けるのかそれともうスタートダッシュの余韻に浸ってもう自分努力しなくてもいいやっていうふうに立ち止まっていたら彼ら追い抜くことができるわけなんですよねで才能がある人間っていうのは新しいことに挑戦したすぐに成果が出せるけど僕たちは違うって分かってるじゃないですか だったら、まあ、人生は短距離走じゃなくてマラソンだからあのうさぎと亀じゃないけど毎日1メートルずつ進んんででいいくしかななわけなんですよね僕らができることは彼らがサボってどんちゃんの騒ぎをしている最中も一歩一歩努力の階段を積み上げて進んでいくしかないわけなんですよね。であの、まあ、毎日の努力とか長い時間で勝負するのが僕たち凡人のやり方だと逆に言ったら、まあ、人間ってあのそこまで差はないんですよね能力に。 っていうのもどんだけ足が速い人とか。でも新幹線には勝てないでしょう。車には勝てないでしょう。あの、つまり人間の気合とか根性とかでどうにかどうにもならないような問題とかあるわけなんですよね。翼だって生えないわけなんですよね。だから、あの1000メートルとか2000メートルとかの差を一瞬で人間を走り去ることできないじゃないですか。つまり何が言いたいのかっていうと、あの僕たちが日頃から努力を積み上げ積み上げていて天才たちと。 1,000m2,000m 差を突き放していたらああの彼らが「やっべあいつめっちゃ先にいるじゃん」っていう風に走ろうとしたところですぐには僕たちに追いつけないよってで僕たちは短距,離短距離が遅いんだったらせめてそうやって日頃からの差であの、まあ、距離を出しておきましょうって距離の差をつけておきましょうって話なんですよねで僕たち赤ちゃんの頃自分では何もできなかったじゃないですか少しずつ時間をかけて喋れるようになったりとか補助輪なしで自転車に乗れるようになりましたよね でそうやって小さな成功体験を増やしていけばいざという時まあ今までもなんとかなったし今回もなんとかなるだろうだからとりあえずやってみようっていうふうに思えるようになるわけなんですよねあの僕だって運動を音痴で歌が下手であの見た目も太っていたしっていうコンプレックスの塊だったんですけど、まあ、の高校生ぐらいからいろいろ例えば運動習慣だったりとかピアノを始めるだったりとかこうやって本を読み始めてマインドマップに言葉を自分で書いて自分の言葉で喋ってみるだったりとか。 いろんなことをするようになって、あの景色が変わってきたわけなんですよね。また新しいことを挑戦するって時も。今まで何度も苦労とか困難とか経験してきたけど。まあ、まあ、どうせ今回も何回か失敗するだろうけど。どうせ乗り越えるだろう、大之助ならっていう風に思えるようになったんですよね。こんな風に、あの、自分に自信を持ちたいんだったら、外付けの。あの、外付けの、えっと、なんだ、まあ、自分自身、自分の才能とかセンスとかに、を信じられなくても。 積み上げたものを信じられるようにしませんかってそれが僕たち凡人のできることじゃないですかということをお伝えしたかったです。